時市中心部時プレミアムアウトレットより撮影時市中心部周辺の空中写真1987年撮影の8枚を合成作成国土交通省国土画像情報をもとに作成時市は岐阜県の南東部に位置する市である美濃焼の産地であり陶磁器生産量日本一の町として知られるまた オリベヤキ発祥の地でもある、名古屋市から北東に約 35km の距離にあり JR 中央線と中央自動車道で結ばれる好立地であることから、高度経済性長期から団地開発が進み、現在ではベッドタウンとなっている。また2005年には東海環状自動車道が開通し、豊田方面とのアクセスが飛躍的に改善されたことで、 工業団地としての需要も高まってきている。観光面では、美濃焼関連の他にも岐阜県屈指の集客施設で、ある、トキプレミアムアウトレットを要する。時市を含む東濃地方は、古くより、善光寺から名古屋を結ぶ、下街道の宿場町として栄えた歴史があり、県庁所在地の岐阜市よりも、名古屋市との結びつきが強いという特徴がある。同じ市であるが、地理的に、 各地域は山で隔てられており、それぞれの町の文化が形成されている。共通する陶磁器産業についても、それぞれの地域によって得意とする分野が分かれている。定数、18、6月と9月に本交流として、両市民のスポーツ交流会が開催されるほか、種目団体の自主交流や、学校間、少年スポーツ団等の交流が行われている。百九十七年には、 災害時の応援に関する協定を締結。共に、陶磁器の町という共通性を持つ。土器市の陶器会社が提案。ファエンツァ名誉市民の陶芸家が仲介に立ち、1979年10月23日に、ファエンツァで、名役。11月22日に、土器市で、名役式。セラテクの時に、イタリア庭園がある。大学院。 編集核融合科学研究所各種学校、編集高等学校、編集中学校、編集小学校、編集幼稚園、編集特別支援学校、編集指定自動車教習所、編集市内には3カ所の NHK、民放五社、名古屋テレビ放送、中京テレビ放送、岐阜放送のサテライト局がある。とき市駅東海旅客鉄道ときプレミアムアウトレット、 無機場の本丸の石垣郵便番号は以下の通りとなっている。2006年10月1日に変更。ありがとうございます。